よう、水です。カウントイベンツ、流れのままぎ、流れのまぎまぎ、まぎまぎって意味わかる？何気に使ってたけど、まぎまぎって意味はあんまりわかってないな。時のまぎまぎ、まぎまぎ、恐ろしい身のような。何すればいいの？ 1,2,3,4,5 ん？4個流せばいい。あ、違う違う、最後自分が乗れるような仕組み作んないといけなかったんだ。自分が流れを止めるような行動が取れて、この道、あ、というか上に、え？あー？上に行かないといけない？頭が動いてない？ひょっとして頭が動いていない？いや、ここにあるこの長いやつをさ、どうすんの？だわね。せき止めることができるものがない。水の上で水を止めることができるものが欲しい。ないよな。よくできてるね。下にあるあの子を取ってこないといけないんだけど、取ってくると上には戻れない。何でもいいから水が止まればいいな。さっきのステージからの応用の何かだと思ってるんだけど、水流を止めろ。水流を止めるにしてはあまりに止まらない。自分の体で抑えることもできる。できない。箱が2つもある理由よな。上の段から本当に自分が行かないといけないのかっていうと、多分行かないといけなくて、燃やすようなステージでも燃えたもの
まあ、そうだよね。その上が止まってようが下が流れちゃうんだから、下を止めることができるのは二股しかない。二股というか横長の子。多分下でこういう形になってたとしたとしても先に流れちゃうのは下の燃えてる子だよね。今のでこの出っ張りをこっちにすればあれは落ちるけど、落ちるよね、ふーんで終わりだよな。普通に作ろうとすると無理です。だから流れていくんだと思いました。流れていくには川の流れを止めた上で自分が乗っかって川の流れが動き出すっていう仕組みが欲しくて、その仕組みが作れるのであればブロックは一つでもいいわけですね。三つあるブロックのうち自分が乗ってるブロックが一個だけあって、ああだから、なるほど、分かった分かった分かった。オッケーオッケー、分かったよ。分かったのか。なんか足りないんだけど一個。こうしてから、いや自分が ここに乗っかってからこれをヒョンって上に上げればいいなって思ったの。あれ違うな。下流れてるから。あれ違う？ちょっと待ってよ、なんか、そうか。そうか。そう。か。なんか電車のタンカンみたいな。これこっちにしてこれを落とす。無事失敗する。ダメじゃん。発想面白いんだけどな。2段のやつが一番下のところにあるとそれを持ち上げようっていう自分がいないからね。だから2段目に持ってきたんだけど、もう一回手前でやってみるか。一つ欲しい。下に、いや、あれは持ってこれない。このエリアに一つは置いてこないといけなくなっちゃうね。これを取ったら行っちゃう。
超シンプルな、超シンプルな構成なのに、ここまで解けない自分の頭、すごいな。ステージの方を褒めろよ。長いのを下に下ろさないばならぬ。あ、違う違う。長いのを二段目にやる。下の段をこれにする。これが持っていけなくなってる。これをやることで向こうに流れることはできるか。ここでこれがこっちにあると、これを置いてもまだストップできてるから。この、あれ?そうだね。そうか。ストップ、そうだね。ストップは別にしないんだもんね。するだけ。ここで、解けない。知らないことを気づかせるステージだからは、なんだろうな。自分が乗っかっている箱が動けばいいだけなんだけど、長いやつだと、2段目長いやつだとうまくいかないから、自分が1段目に乗っかっている状態で流れ始めたいやと。そうすると、この長いのは2段目にあるけど、1段目にあるものが止まってるっていう状況になるけど、これできなくなってるのって、長いので止めつつ1段目がってなると、この配置しかないんだよね。でもこの配置で、この長いやつを取り除くことができない限りはダメで、それはできないんですよね。それをやるには、こっちの段からだけど、それって自分が乗れないじゃんなんですよね。こっから持ち上げるのではあんま意味なくて、自分が上に乗っかってて、っていうことを考えてるんだけど、そのパターンが見つかんないです。下置いても流れる。下置いても流れない配置はここしかないのか。これ以外ないのか。本当？これしかないかな。唯一これだけがせき止めることができる配置です。だから、あれを外して流れ始めるってことはできない。今考えてることはできない。では、長いのを燃やしてしまったらどう？それだろう。長いの燃やすんだよ。長いのが燃やしてストッパーがなくなることで自分が動き出せる。これ踏んじゃいけない。セッティングはどうすんだ。こうして、違う。長いのを下に置き直さないといけないから、
あれ？おいえ？セッティングが間違っている。ここね、ここねってどういうこと？セッティングが間違ってる気がする。こっちで作ればいい。面白いね、パズルゲームって。面白いね、パズルゲームって。最高よ。この瞬間のためにやってる。いやー、16分かかった。いやー、でも難しいね。その、コンビネーションで来るかな。焼きが入っちゃったからね。スイフトラビッツ。全然さっきの応用でも何でもなかった。新ギミックだもん。箱の手前に高いのがあるので、あれを落とすためには高さ3全部持ってってくれって感じかな。全部持ってってくれだ。嫌がないじゃんこのステージ。流れていく。ちょっとこのステージまだ何をさせたいのかは分かってない。届かんもんだってこんなの。落とした時点でアウトなんじゃないのか。届かんやんね。こんなもん。2つは上にないといけない。いや、これは落としちゃいけないやつ。同時で横向きに置いちゃったの？いいんじゃない？だいぶ素敵じゃない？いいじゃん。最後もう少し難しくしてもよかったね。溶けるとすぐ注文つけるやつ。前のステージで15分悩んだんだからいいだろう。レイアップ。川の流れが止まっているよ。そのまま行くと行ってしまう。これ持ち上げたまんまそこに炎に突っ込みたいな。最初はこれぐらいしかできない。
そうなる。っていうと自分がここの流れ乗りたいんだけどね。でも乗るのを止めるものは何もないですね。1,2,3,4。ああ、だったら、これだけはこっちへ流してから、3人は行くけど、これ主人公落ちないから、そこに3つ溜まるんじゃないかなって思っちゃったんだよな。そうかい。そうか、これはじゃあもう順に落ちるしかないんだね。そこにじゃあ道ができるわけでもないんだな。うん、そういう関係だとすると、下ルートは普通に外れ以上の意味を持たない。上ルートに行って、これを持ったまま上ルートに入って流れ始めりゃいいんだけど、問題は上ルートに自分が乗るってことはできないよねっていうのが問題。だって上ルート用のボートを置いた瞬間に、そいつは移動を始めるからな。決体の話を。ああ、なんか今の面白いかもしれないね。ただ上向きながらあのボートに乗るはできないのか。こっちか。なるほど。それだ。こんなものさ、バックトレースできないよ。ゴールから考えるってこと。あ、持ってないといけないんだ。違う。持ってて、押して、どっち向くんだっけ？こっち。面白すぎる。水のポテンシャルすごいじゃん。そう。なんか空いてるな、あそこ。へえ。じゃあもう3個。ですが、ここでは何を求められるんだろうね。燃やすことはできない。まあこうするとこうなるよねぐらい。あれ？それでいいのか？
これでいいんだ。前のステージで見つけてたテクニックでよかったね。クランブリングダム、ランブリング、ランブリング、無茶なことをおっしゃる。いやー厳しいぜ、制限きついぜ。行って帰ってこないといけない。よろしい。いや面白い。このまままっすぐ行ってもいいけど、ここにエクストラステージがあるんですね。これいける？これいくつ必要なの？置くんだとしたら。ここにある7個では足りないよな。1,2,3,4,5 だから10個、やれなくもないんだよね。やらないけどね。なぜならこういう別ルートは後でやります。これはどうなんだろう、パズルゲーム由来というよりは普通に主人公のこの趣味のようなエリアかな。そんなギミック出てくるんだ。先にネタバレ食らっちゃった。では今回はここまで。お疲れ様でした。